大森聖子を着る前ドリームツアー2023やった。はい、今回もグッズを全部デザインしてすっごい気に入ってるので紹介したいと思います。まず何といってもこの、もう私の愛猫っていうんですか、飼ってる猫のキルム様の T シャツ、もうこれ自分が欲しくて作った、まあ、毎回なんですけど、自分が欲しくて作ったものしかない感じはあるんですけども、これはすっごい、あの周りのこういうの、こういうとこうまく描けたんですよ。なのでお気に入りです。なんか花ってフリー素材なんですよ、わかります？え、なんか結構なんか人間はもちろん著作物違いますね、肖像権あるじゃないですか。で、こうでも花ってすごい、あんなに形綺麗なものないのに降りそうですよ、その辺の花。だからすごい花を取るのが好きで、さらにキルム様のお目目を入れてみたりしました。こういうとこ結構でも色をイラストをすごい自分でこだわって、このかっこいい色を作ったので、お花をこう、なんて言うんですか、あの新種改良する気持ちで私が描いた理想の色のバラがこれだったりとか、こうお花を閉じ込めて水晶玉に入れたみたいなデザインになってるんですよ、このリボンの真ん中が、わかります？これが超可愛いです。しかもこれプリントも最新のプリント法を使って、すっごい今までに使ったことのないプリントの仕方で、すっごい綺麗に色が出たので、まあこれまずめっちゃおすすめです。はい、この T シャツは4500円です。まあね、ちょっとプリントいっぱいしてるから4500円です。次、あちらに見えております大森聖子はいいぞ T、まあ、まあっていうか今回もこうなんか物販をいっぱい買ったらくれるよっていうバッグがあるんですよ。で、私はこのバッグに全部の物販が入んないの嫌だっていうの前も言ったと思うんですけど、もちろんここに全部入るようになってます。で、この中からなんとじゃじゃーん、 T シャツ、まあ、T シャツはみんなこうおしゃれなの着たいっていうタイプの人と、で最近は結構黒 T がいっぱい、黒くておしゃれで私がデザインしてるみたいな T シャツがいっぱいね、バイドク T とか出てたと思うんですけど、やっぱりこう対バンとか、まあフェスとかあんまり呼ばれることはないですけど、フェスとかの時はもう戦闘態勢で大森聖子がいいということを伝えたいという人が多いじゃないですか。そんな時にこのじゃじゃん、大森聖子はいいぞ T、 それドラえもんの出し方、ありがとうございます、拍手ありがとうございますね、息子が拍手をしてくれます。大森聖子はいいぞ T を作ったんですよ。で、これ最初はなんかこうやってこう前にこうダダンってプリントしようと思ったんですけど、それをこう T シャツのサンプルで作ってみた時に、いや前じゃないなと思って、やっぱ背負いたいんじゃないかなと思って、後ろプリントに、バックプリントですね、バックプリントにして、なんかこれめっちゃこだわったのが、こうみんなこう背中でこうやってこうやって、キスすいませんね、アプリ美顔アプリ使ってるんで顔がグニャグニャですね、こうやってやるじゃないですか、こうやってで、こうやってなるときに、なんか人がいっぱいいると背中のなんかこのこっから上しか見えなくないですか。で、あれ誰のファンだろうっていうのが分かるのはこの辺じゃないですか、結構イラストなんて言うんですか、この辺にこの上の方の背中しかなんて言うんですか、お 客席からステージを見た時に見えないじゃないですか。でもみんな結構私にも大森聖子好きってアピールしたい、このピンクで伝わるし、この派手なピンクも少ないから、まあ、道枝さん好きっていう人もピンクですけど、なんでここの大森聖子の大森を結構上目にデザインしたので、こう人と被っても大森がめっちゃ見えるっていう感じなんですよ。でもちろんこの大森聖子はいいぞ自分で描くっていう自分で達筆に描いてみました。大森聖子はいいぞと思ってる人は買いです。これは3000円なので結構挑戦的な値段です。この大きめのプリントで3000なので、まあいい感じなんじゃない、買いやすいんじゃないかなと思います。で、今回も物販3000円以上買うと
毎回の、 あの会場ごとに違うデザインのナナコレシール、イエーイ。これ大森石子の、まあ、ソロの、まあ、大体の現場でもらえるナナちゃんコレクションシールっていう、まあ、このぐらいのね、このぐらいサイズです。このぐらいのサイズを作ってるんですけど、まあ、今回は大体キルム様と私がいるよっていうデザインになると思うんですけど、すごい、これも顔シュッてなのこれも顔シュッてなる、ウケるこれ今日は横浜ベイホールが初日なので、今ライブの始まる1時間前なんですけど、ちょっとガタガタやめてね。あとそこ映ってんだよね映っちゃう映ってます。ナツくん映ってます。ナツくんそこ映ってるからあっちに行ってくださいはい、ありがとうございます主画面の膝の上乗ってごめんなさい、こっちこっち自分の席あるでしょ、なんでそんな主画面にくっつくの。いや、僕が行こうななつくんありがとうございます。3000円ごとに1枚もらえるこのシールも、まあ、3000円の T シャツでついてくるので、まあ、結構お得なんじゃないかなって思います。でこれもう一回バッグにしまっちゃおうかな。バッグをこのドラえもんのポケットシステムにして何でも出てくるよみたいな。でこれ、あ、まずここについてるやつからいこうかな。これダダダーン、ロッカーキーホルダー、まあ、これは結構おなじみで、あのいろんな私の直筆のアルファベット、全ての文字のアルファベットの文も売ってるので、自分の名前作れたりとかもするようになってるんですけど、それも今回のツアーでも売ってるんですけど、で今回のツアー限定でランダムもあって、この今の大森聖子はいいぞっていうやつのロカールームバージョンですね、とキルムティのロカールームバージョン、イエーイ。もう私も可愛すぎて待ち受けにしてるの、これこれと、あとこれ、まあ、歌舞伎町の時の私ですね、大森石子祭りの私と、あとはこれ、今回のキルマイドネームツアーのなんていうんですか、ビジュアルの別カットの私が 4個ですね。これ4つがランダムで出てくるやつです。9時ですね。これが700円になってます。次もう一個ここにかかってるものがあるんですけど、何だと思いますか。でででででじゃーん、扇風機。これここにかけれるんですよ、ミニミニ扇風機。これの大きさは結構ちっちゃい、このぐらいです。まあ私がどんぐらい顔がでかいかっていう話にはなるかもしれないんですけど、でこれ結構いろんなとこにかけれて便利なのと、涼しいやつですよね、これ。えい、え、さっきついたのにな。えい、まあこれつきます、涼しいです。あ、ついたついた。えい、これも柄が、これもみんな、私とキルム様とナナちゃんと私の大好きなお花、何が一番好きかなって考えて、 何柄にしようかなって考えて、何にも考えつかなくって全部入れてみましただからお得だと思います。イラスト私もいて、キルムもいて、文字もあって、ナナちゃんもいて、全部付きで、しかもこのなんかキルム様が持っているアイスが何かとか、あとはさっきも説明したなんかお花をこう水晶玉に込めたみたいなやつのいろんな色、これ一個ずつ手作りっていうか、も書いただけですけど、一個ずつ書いていろんな色で囲まれてるので、なんかまあ魔力が高そうっていう。ミニミニ扇風機です、夏向け、まあ、結構夏のツアーですからね。でもう一個夏向けのアイテムがあって、なんかあの冷感タオルっていうのが流行ってるらしくて、じゃじゃん、こちらです。でその冷感タオルなのは置いといて、もうこれあの全部のプリントフルカラーでできるっていうのがすごいいいとこだと思うので、これもせっかくなので、私とツアータイトルとキルム様全部入れてみました。これナナちゃん、キルムっていう子を入れたかったか、これはナナちゃんちょっとお留守番なんですけど、これめっちゃいい感じじゃないですか。このやっぱフルカラープリントがこんなに鮮明にできるグッズが増えたっていうのはもう最近のいいことですね。本当に10年前はもっとブツブツだったので、ブツブツ
画素数がブツブツだったので、なんか後ろの、なんて言うんですか、後ろの旗、なんて言うんだろう、ライブの後ろにあるバックドロップだ、バックドロップあるじゃないですか、バックドロップって合ってる、なんかそんなにかっこいい名前だったっけ、バックドロップ、そんなかっこいい名前なんだあれ、バックドロップも書いてるんですけど、なんかすごい画素数がすっげー綺麗に印刷されるのが、昔よりはちょっとだけ、まあ、安くないですけど、ちょっとだけ安くなってたりとかして、すごいってなって、しかもなんか軽い素材とかできたりとかして、スタッフさんが今回のツアーのバックドロップも、まあ、みんな楽しみにしててほしいんですけど、特別に書いたものがあるので、それがめちゃめちゃ軽いらしいんですよ。布って大体重いじゃないですか、それを、まあ、運んでいるので各地にツアー で重いんですけど、今回の軽いらしくてすごい喜んでました。でこのタオルもめっちゃ軽いです、超軽い。でこれをなんかこうやって濡らして、こうやって振り回して、まあ、私のライブタオルを振り回すとか絶対にないんですけど、私がホコリ苦手だから絶対ないんですけどこうやって振り回して、こうなんか湘南の風さんの気分で振り回すとめっちゃ冷たくなるらしいです。 さっきやってみたんだけど、冷たってなりました。本当、これ本当本当、詐欺じゃない、本当です、本当ですって言えば言うほど嘘っぽくなるけど、本当に冷たく、本当だよね、本当に冷たくなったよね、別に普通って言ってたけどさっき本当に冷たくなりました。はい、次は、シュガービーンズ先生もドキドキの、ポーチコレクターシュガービーンズ先生もドキドキのじゃーん、奈々ちゃんのクリアポーチ、これすっごい、あのね、書くの私、このこれだって、これそんな、これより、まあこれは結構写真をこういい感じに配置したりとか、こう いい色を作ったりとかする感じなんですけど、これよりも T シャツ、まあ、T シャツも結構かかったけど、これめっちゃ描くの時間が、実はめっちゃ細かくキラキラさせて描いてるので、超作るの時間かかったんですよ。でもこれ絶対同じ、私型から作ったんで、絶対同じ形のないナナちゃんクリアポーチなんですよ。でこうしてくださいって言って、ここの色はこれにしてくださいって言って、僕全部作ってるので、やっぱ夏だからこうクリア感がいいし、やっぱ大きさも結構欲しいなっていうので、これほら結構私の顔よりでかいでかいです。こういうチャンスをお城さんのネタありますよね、わかりますこうやって誰でしょうって言って、チャンスお城ですって始まるやつあるんですけどどんぐらいでかいかというと、だってさっきのタオルとかも、しかもこれ、このタオルめっちゃ薄いし、すごいあのかさばらなくていいんですよ。でなんか余裕で、このほら余裕で入れれちゃう、ちょっと入れられるさに雑さが出てる。なんなら物販全部頑張ればここに入るかもぐらい、何が入ってるかも分かりやすくて便利ポーチです。でめっちゃいいかもこれ、イエーイ。まあ、奈々ちゃんのクリアポーチももちろんおすすめです。値段言い忘れてた、あ、値段聞いてる、つかない、この辺に出てますよし、このテレビのねやつあるじゃないですか、この辺に出てますみたいなやつ、これこの辺に出てますって私がつけるんだけどね、これ後で。次、あ、これ値段覚えてる、2000円。これもうめっちゃこだわった、このもうこの高級感たっぷりのヘアゴム、高級感たっぷりの割にすごい蛍光ピンクのゴムを選んだヘアゴム。これあのやっぱラインストーンがついてる発汗のこのおしゃれなグッズが欲しくて、この形がすごい可愛くなるようにめっちゃこだわりました。で結構大きめなので、ここにつけてもいい感じなので、でこれなんだろう、可愛くこっちを下につけるためにはどうやったらいいかっていうのを、ね、昨日調べたんだけど、こう下に、こっちが下に来るようにこうやって腕にしてから、こうやって結ぶと良かったような気がするよ。合ってるか、多分合ってます、こうなるようにやった気がします。めっちゃ可愛い、本当に可愛い、実物で見るとさらに可愛いやつ、おしゃれです。ハイブラ顔負け、イエイ、いいですね。これもここに置いとこうっと、よいしょ、立たないか、置いとこう。で最後はこれです、前髪クリップ、結構デカめなんですけど、これも本当に
この前のなんか超天国のキーホルダー覚えてます？超天国のこの入り口の鍵みたいな感じでやってたピンクのキラキラのアクリル板が本当になんか自分がこういうのやりたいですって言って作ってもらったやつなんですけど、可愛すぎてそれで前髪クリップが作りたいですって言って、さっきこだわりで説明したこのリボン部分のところのこれ分かります？とフィルム様、ネムネムキルム様、メイクするときに使ってください。めっちゃ可愛いんですよ。可愛い、キルム様可愛い。まあ前髪じゃなくても結構しっかりしてるんで、これあと重みがあってポロって取れにくいので、こういう、あ、ごめんなさい、こういうところにシュッてやってもめっちゃ可愛いです。これ結構なくしにくいと思うの。クリップ力がまた増してる感じがします。いい感じです。まあこれで全部かな、全部かと思います。でまあ1万5000円買うとこのバッグがもうついてくると。これついてくるんですよ。めっちゃいいバッグ、本当に便利。学校行ってほしい。学校行ってる人もう少ないかな。もうそんな感じで全部ですね。全部です。全部買ってほしいこだわりグッズでした。ツアー楽しみです。全国遊びに来てください。大森聖子でした。